お疲れ様です。 SYK メイクアップのさやかです。今回はマジで可愛すぎるブラウンリップ10選やっていきたいなと思います。リップ何選みたいなのはしばらくやってなかったですよね。やってない間になんか廃盤になったものとかもなんかいろいろ出てきて、おやおやおやという感じになってるんですけれども、2023年のそのベスコスの時にカラーものを選ばなかったというか、カラーものって本当にその目的によってこれがいいよねとかっていうのが本当に変わってくるので、問答無用でベスコスこれみたいなのがまあなかったわけなんですよね。なんで今回はブラウンリップにね、もうあのブラウンリップ大好きなので、ブラウンリップにまずは絞って、私がもう愛すべき、もう今年皆様よかったらちょっと見てみてみたいな感じのブラウンリップを10本ご紹介したいなと思います。今つけてるのはこれベージュリップなんですけど、これもね結構好きな色で、このルージュアーティストベルベットヌードの105番なんですけど、これマジでつけてる率が高い系の、いつでもとりあえず無難に使えるよねリップですね。はい、可愛いんでね、ちょっと冒頭でキラリとご紹介させていただきます。で、落ちにくいシリーズもあればツヤのタイプもあって、結構ミックスで今回10選ご紹介してるので、まあ落ちにくいのとかツヤとかいろいろありますけど、まずはまあ今回はね色を楽しんでいただく感じでご覧いただけたら嬉しいなと思います。それでは早速1色目からご紹介していきたいなと思います。はい、まず1色目、こちらのメイクアップフォーエバーのルージュアーティストシャインオン134番でございます。もうツヤがあって、もう濃すぎず薄すぎずで無難に使いやすいブラウンって感じですね。なんかブラウン初心者の人って顔色が悪くなって使いにくい色は不安みたいな方多いじゃないですか。そういう方に使いやすいカラーになってます。ちょっと実際にねつけてる感じをお見せしていきたいなと思います。はい、こんな感じのカラーですね。めっちゃ可愛くないですか。昔廃盤になる前にあったマックのタッチっていうカラーがあったんですけど、透け感があってカジュアルにも使えるし、でもくっきり感もあるブラウンみたいな感じの色味があって、結構ねそれに近い感じなんですよね。まあ完全に同じではないんですけど、ちょいこっちの方がオレンジ味が強いかしらっていう感じのカラーで、もめっちゃなんか無難に使いやすいんで、今輪郭をちゃんとパリッと取ってるんですけど、なんかもうちょっと軽くしてぼかすような感じにカジュアルに使っても全然可愛いので、こんな感じ、ちょっとなんかぼんやりすることでちょっとカジュアル感が増しますよね。ほんとね、いつでも使えるし、なんかここに潤いがあることで肌全体的にもちょっと潤いが増して見えたりするので、今の季節、まあ今2月なんですけど、2月もいいし春先もこういう軽やかなブラウン使いやすいので、割とね年中通して使いやすいカラーなんじゃないかなと思います。それではサクサクいきたいと思いますので、2本目、 MAC のラスターガラスリップスティックのキャントダルマイシャインでございます。しっかり感のあるねブラウンでございます。これはねカッチリつけるよりも割とカジュアルめにつけるのが個人的に好きなので、ちょっとそんな感じでお見せしていきたいなと思います。はい、ちょっとね輪郭だけ軽くボケてるんですけど、こんな感じのカラーでございます。どうですか、めっちゃかっこいいですよね。これは若干ねやっぱちょっと上級者向けのブラウンかなと思うんですよ。キャラメルブラウンみたいな感じの色なので、もうほんとモードな感じに使いたいっていう方向けのカラーかなと思います。で、今回あのチークウォームソールね、マックのウォームソールつけてるんですけど、このぐらいちょっとこう薄くつけつつ血色感を与えてあげないとね、リップが喧嘩したりもするので、若干難しいカラーではあるけど、でもね、死ぬほど可愛いんだよっていうね、かっこいいカラーになりますね。ちょっとこうオーバーリップに塗って、ほんと輪郭だけちょっとね、ぼかしてあげると、ふっくらなブラウンリップ楽しんでいただけるんでね、よかったらちょっとつけ方も参考にしていただきたい。はい。はい、お次3本目。こちらのシューウェブラのルージュアンリミテッド絹クリーム BR793 番でございます。ちょっと赤みがかった感じのブラウンカラーですね。これはねリキッドリップなんですけど、セット力とかあるタイプじゃなくて、滑らかに高発色につけられるよっていうねタイプのものになってます。シュウエムラさんはアジア人に肌なじみよくつけられるリップしか置いてないので、顔色を悪くしたい系のねブラウンは逆にないんですよね。
はい、こんな感じのカラーですね。割とね、赤みがかった感じのブラウンなので、さっきまで見てた強いブラウンと比較するとね、真っ赤に見えると思うんですけど、これ赤と比べるとね、全然ブラウンのカラーなんですよ。なんでむしろなんか赤リップは苦手だけど、赤っぽく仕上げたいみたいな人も使いやすい感じのカラーなので、で、つけ心地もめっちゃ柔らかくて滑らか。うん。女性らしさも損なわいたくないよ、みたいな人が使いやすい感じの赤みブラウンリップになるかなと思います。うん、やっぱシューさんの色は本当浮かないよね。うん、絶対浮かない、超馴染みやすい。それでは4本目、はい、メイクアップフォーエバーのルージュアーティストルベルベットヌードの107番でございます。これもね、赤みブラウン系になりますね。こっちよりもね、ちょっとブラウン味があるような感じのカラーになってます。こっちのキルクリームはね、ちょっとツヤめいた感じの質感で、こっちはね、こうベルベットな質感になってるので、こうマット寄りの見た目でもマットすぎないので、カピカピしない感じで使えるリップになりますね。ちょっとまたつけていってみましょう。このパリッとした感じも可愛いですよね。これをぼかします。はい、こんな感じですね。さっきの絹クリームよりもちょっとなんか鮮やかみが抑えられてて、カジュアル感が増してるのが分かりますかね。一応ベルベットヌードっていうヌードシリーズのブラウンなので、肌に溶け込みやすい感じのブラウンっていう感じですね。赤みブラウン、これめっちゃ使いやすいんですよね。なんかこうマットなので、ほぼカピカピしないマットなので、フォーマルな場でもすごい使いやすいし、オーバーリップした時にも輪郭がね、馴染みやすい質感なので、リップペンシルなしでこれだけでも結構オーバーリップしやすくて、めっちゃ気に入ってる質感ですね。いや、好きですね。それでは5本目、マックのリップスティックマットな質感のトープでございます。こうやって手につけてるの見ると、今のこのカラーに近く見えるんですけど、手につけてる時はね、濃く見えてますので、今つけてるこのリップよりも薄めなカラーになります。オレンジブラウン系のね、カラーで、もう本当にブラウン初心者さんが使いやすいよねって言った時によく紹介するカラーになります。カジュアルにつけるなら、このくらいつけてからちょっと輪郭ぼかせばめっちゃカジュアルになりますね。はい、こんな感じ。めっちゃ使いやすそうじゃないですか。なんかベージュよりもブラウンなんだけど、馴染みがいいんですよね。このふんわりつけるのが最近好きなんで、この辺はしっかり色出すんですけど、輪郭だけほんと2ミリくらいの幅だけぼかすんですよね。この感じがすごい。でもこれくっきりつけても使いやすいので、ちょっとくっきりつけたバージョンも見せますね。はい、くっきりつけるとこんな感じ。全然くっきりつけてても普通に使いやすそうじゃないですか。そう、これはね、パリッとつけてもぼかしても本当カジュアルに使いやすいブラウンなので、マジでブラウン全く使ったことなくて怖いって思ってる人は安心の一本かなと思います。はい、手につけた時よりも全然ね、馴染んで見えますよね。もうマックだったら長年愛されてるカラーかなと思います。はい、それではお次6本目、はい、再びお気に入りシリーズ、ルージュアーティストベルベットヌードの109番でございます。もうザ・ブラウンみたいな感じなんですけど、このシリーズはブラウン初心者の人でもびっくりする色もないシリーズなんですよね。なんである程度の血色感があるおしゃれブラウンになってるので、ちょっとこちらもつけていってみたいなと思います。よりかっこよく使いたい人はこうやってくっきりつけてもいいですよね。これをぼかしてカジュアルにしていきます。はい、こんな感じですね。めちゃくちゃかっこいい女って感じじゃないですか。上級者向けっちゃ上級者向けなんですけど、モードなカラーの中では使いやすい感じのカラーなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ好きな色ですね、これ。
超可愛くないですか。へー、めっちゃ可愛い。秋冬はもちろんなんですけど、なんだかんだその春なんかもくすみ色をちょっとおしゃれに使ってみたりとかしてみてもいいと思うので、ちょっと他の人と差別化を図りたい感じのメイクにしたい時にぜひ使ってみてほしいからですね。本当になんか縦線が出ないんですよね、このシリーズね。不思議、めっちゃ滑らか。はい、では残り4本はリキッドのマットリップ落ちにくいシリーズでご紹介していきます。では7本目、こちらルージュアンリミテッドアンプリファイドピグメントの794番でございます。これも赤みブラウンですね。ほぼ赤みに近いかなと思います。落ちにくいしね、浮かない感じですね。これも赤が苦手でどうしようと思ってる人も使いやすい色なので、ブラウンが絶対いいとかじゃなくて赤がいいんだけど赤が浮いちゃって難しいっていう人は使いやすいと思うんですよね。まずはこんな感じで一回りちっちゃめにつけて、なんか上唇薄い人みたい。ぼかしながらちょうどいい幅に伸ばしていきます。はい、こんな感じです。どうですか。乾くと最初よりもね結構暗く見えると思うんですよ。つけたてはねちょっとこう液体がまだ乾いてなくてうるうるした明るさが、光を反射するこう明るさが出るんですけど、乾くとねグンって沈むので超かっこよくなりますよね。なんかもう人を食ってきたみたいな感じの色。でもめっちゃこれ好きなんですよね。めっちゃ可愛い。で赤と比べるとねちゃんとブラウンなんですけど、本当に赤との中間になってくれる系の色が中上村さんは多いかなっていう印象ですね。なんで顔色悪くしたくないブラウンで赤寄りでもいいなみたいな人は中さん見てみるとねなかなかいいのかなっていうのと、これマジで落ちにくいんですよ。もう超落ちにくいので、落ちにくいリップが好きな方はぜひって感じですね。まあ水飲んでも落ちにくいくらいで、化粧品って基本的に油性なので油物食べたりしたら落ちるんですけれども、まあそれを理解の上使っていただければなと思います。いや、めっちゃかっこいい。それでは次8本目、はい、マックのロックドキスリキッドリップカラーのポッシュでございます。もうザ・ブラウンって感じですよね。もうキャラメルブラウン、もうマスタードブラウンみたいな感じなんで、こういう血色感をちゃんと残すよみたいな感じではないです。超モードになります。そんな個性を全開にしたいあなたにはぴったり。はい、こんな感じのカラーです。どうでしょうか。今までちょっと血色感がちゃんと残る系の色を割と出してきたんで、びっくりされた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。超絶モードなカラーでございます。この色つけた時はなんかちょっと色素薄い系のカラコンとか入れたいですよね。かっこよさというか、もうほんとぶっ飛ばしてやるくらいのこう強さを全開でいきたいみたいな感じがめちゃくちゃあるカラーになってます。でももうやっぱね、こういうの好きですよね。めっちゃ可愛い。もう真っ黒なリップでもいいもん、私。で、これ2分経つとめっちゃ落ちにくいよっていうシリーズなので、乾くのをね、ちょっと待っていただくといいシリーズですね。これも落ちにくくて、水飲んでも落ちないし、おにぎり食べても全然落ちないんですけど、やっぱりこう揚げ物とかね、ラーメンとか油物では落ちちゃいますのでね、そういう要注意でお使いください。9本目のカラーは、ルージュディオールフォーエバーリキッドの400番でございます。比べたら赤に見えちゃう。ちょっとつけていってみたいと思います。はい、こんな感じですね。赤すぎない感じのね、こういうバーガンディブラウンみたいな色がいい人はもうこの400番いかがみたいな感じのモードなヴィランズカラーでございます。でもめっちゃ好きです。もちろんね、これもうちょっと薄くつけることもできますからね。で、それでは最後10本目のカラー、ルージュディオールフォーエバーリキッドの300番でございます。割とカジュアルにも使いやすいカラーっていうね、そんなところがあります。モーブ系のカラーですね。それでは最後の色をつけていきたいと思います。
こんな感じのカラーでございます。つけるとまたちょっと違った印象に見えますよね。手につけた方がなんかピンク味がね結構増えて見えるような印象がある気がします。モーブ系のカラーなんですけど、でもこうベージュ味の方が強いので、なんかそんなに青みしてないところがね私のお好きポイントでございます。なんかね、昔マックにあったトップドビズブランデーっていうね色が昔あったんですけど、それよりちょこっとだけ血色感があってつけやすい色みたいな感じで、めっちゃ好きな色なんですよね。はい、というわけで2024年マジで可愛すぎるブラウンリップ10選やっていってみましたが、いかがでしたでしょうか。もう私の独断と偏見でブラウンリップ選んでおりますけれども、なんか結構強めの色が多かったんじゃないかなと思います。ただね、濃い色は薄くすることができますので、薄くしたり濃くしっかり使ったりして楽しむっていうのもありだと思いますし、なんかいつも使ってるリップにちょい足しで深みをこうプラスしてあげるっていう意味では、このコッシュなんかはねめっちゃ使いにくそうに見えたと思うんですけど、なんか赤リップにちょい足し、ピンクリップにちょい足しみたいな感じ、まあオレンジリップにちょい足しでもいいし、ちょい足しで手持ちのリップをブラウン寄りにするみたいな感じに使ってあげるのもね、結構その今使ってるリップもちゃんと減らしつつ使うっていう意味では良かったりするので、ブラウンリップはね無限大でございます。今回私がお見せした感じの付け方以外にもね、ぜひ皆さんのお手持ちと合わせて楽しんでいただければね嬉しいなと思います。今回のね10選にも入らなかったけど好きだなっていうリップはもう本当に私も手持ちにもいっぱいあるので、あれは入らなかったんだ、でも私はこれ好きだよとかっていうのがあればね、よかったらコメント欄で教えていただければ嬉しいなと思います。またね、他のなんか赤リップシリーズやらね、ベージュリップシリーズやらわからないですけど、このリップシリーズの10選見たいとかね、そういうリクエストがあったら撮影の参考にしていただきたいなと思いますので、そちらもぜひコメントでお待ちしております。それでは今回の動画が楽しかったなとか参考になったなと思っていただけたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。高評価をしていただけると他の方のおすすめにも出てきやすくなりますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そして自分のメイクが瞑想中だったりとか、メイクの相談がしたいなっていう方はオンラインレッスンだったり対面のメイクレッスンでご相談を受け付けておりますので、気になる方は概要欄に貼ってあるホームページのリンクから詳細をチェックしてみてください。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。お疲れ様でした。